ものセンターがある。高橋です、よろしくお願いいたします。すごい、もう一回ちょっと復習しますよ、はい、先生お願いします。喋らない、はい、おさない、時速30mを体験できる。シアスト、皆さんこんにちは。リーダーハンガリーチャンネルのリーダーです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今日はファニエスト外国学院防災センターを見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではみんなで見ていきましょう。ハートコルバーギュンベレ。ファニエスト外語学院。わあ、すごい。いつもハッピー感じがあるですね。はい、で今日はですね、ちなみにエリックは、里帰りでいません。おでということで今日はですね、一日体験入学をしたいという方を呼んでおります。はい、早速お願いします。ホセさん、こんにちは。ホセ、自己紹介お願いします。私はホセです。ホセです。メキシコ人です。はい、あ、メキシコ人ございです。51歳ですよね。お前ばっかりじゃないですか。すみませんね、気にしないでね。おかまなし。おかまいなしですね。おかまいなし。今回一行が訪れたのは千葉県松戸市にある西部防災センター。こちらで火災の予防やあらゆる災害の対処の仕方についての知識を勉強します。へえ、この千葉県西部防災センターの高橋です、よろしくお願いいたします。すごい、よろしくお願いいたします。はじめまして、補正になりました。いつからですか。じゃあそろそろ授業始めますよ、いいですか。はい、はい、じゃあ佐賀先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。お前お前お前ちゃんと頭下げて。何ですか。頭ね、レジを巻き戻せ。そうですか、めっちゃ人いっぱいいるから。礼儀をわきまえろでしょ。僕は先輩、すいません。あ、先輩。あ、こいつはせんちゃん。こいつがせんちゃん。あのバカがある。おい、先生でしょ。せんちゃんってなんだよ。まずは火災が起こった場合の119番のかけ方を勉強します。119番、火事ですか、救急ですか。あ、火事です。火事です。はい、そこの場所はどこになりますか。トントンキョントン。何ですか。世田谷区。世田谷区。にゃ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 。はい、そのそばに目標はありますか。目標となるような建物、お店。目標ね。はい。ちょっと今年1年風邪かないように頑張ります。その目標じゃなくて目印。え、続いて災害が起こった時の避難の原則について勉強します。キーワードはおかし。災害が起きた時、安全なところに避難していただきますね、うん、それの合言葉、ことわざというか合言葉になっております、うん、まずですね、はい、お菓子のおにつきましては、はい、突然さんですか、はい、避難するときまず押さない。押さない。押したことによって前の人が倒れちゃいますから。ダメです、はい、これダメです。グラグラって揺れたらみんなキャーキャーさばいても。あ、すみません。びっくりした。アラームです。ランチ、ランチだ。お菓子のか、はい、かにつきましては、はい、一緒に逃げるときに走らない、はい。ん、あ、すみません。か、はし、おかしいね。もう一回言い直します。同じダメ同士じゃねえか。か、かにつきましては、かけない。かけない。いや、駆け足。駆け足。駆け足。ノーランニング。でもいつもみんな駆け込み乗車やってる。そうそうそう、それを駆け込みね、それをしちゃダメ。あ、ね、走らなくても動けるようにできるのが
このシステムなわけです。バカじゃねえの。まだオファーにされなきゃいけないんだよ。だってね、ちょっと待って、ちょっと先に喋っていいよ。でもね、喋らせろよじゃあ。では、しお願いします。し、はい、につきましては、喋らない。はい、もう一回ちょっと復習しますよ。はい、先生お願いします。喋らない。先生、ちょっと。はい、お菓子のお、まず押さない。押さない。はい。お菓子のか、かけない。かけない。いいけど。お菓子のし、はい。喋らない。一緒にやってみましょうか。はい。はい、立ってください。あれ？はい、みんな。いいですか？いきますよ。せーの。押さない。すいません。押さないの。すいません。押さないでしょ。危ねえな。ホセさんはちなみにですね、メキシコではすごく有名なあのプロレスラーでございます。おお、先輩。すごい。そして防災体験コーナーに移動した一行。ここでは実際にスクリーンを使った消火体験コーナーや。風速30メートルを体験できる暴風雨体験コーナーなどがあります。じゃあ続いて、はい、セイさんとボビーさん、はい、体験していただきます、はい、日常生活しているようにですね、振る舞っててください。何の前触れもなくいきなり起きます。そうですか。 Relax、Act like you would act if you were at home。 OK、はい、OK、はい、頼むよ。何そういえば、何やってんだよ。あと瞬間もやもやでしょ。違うよ、もう違うよ、落ち着きましたもん。じゃあ、あなたど、何ど言うな。なんだよ、違うから。どお、危ねえ、あなた、あなた。はい、皆さんどうでしたか？楽しいだけなく勉強にもなるビデオだったのでとても気に入りました。日本にはこの防災センターがたくさんありますか？多分私は日本に行ったらこれらのセンターのいずれかに行ってみたいと思います。実はここハンガリーでは通常自然災害はありません。例えば地震が起きたらどう反応するかよくわかりません。多分皆さんはそういうことには慣れていますか？怖くないですか？多分大丈夫ですよね、皆さん。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。次回の動画でまたお会いしましょう。ビソンラタシロー。